刀を包丁に持ち替えて主君に仕えた武士たちを包丁侍と呼んだ。料理上手な出戻り娘が縁談？私にですか？うまい、うまい、うまい。剣は得意だが料理は苦手な包丁侍のもとへ嫁ぐことに。嫁入りが二度目であろうと気にするつもりはこれっぽっちもありません。江戸ではとかく初ガツオをありがたがるそうだが、油の乗った戻りガツオを好む者もいます。その夫は私を古田抜きと呼びます。しかし何のこれしき、夫を一人前の包丁侍にするべく春は頑張ります。所詮料理など女子供の仕事、なんとつまらん役目だ包丁侍とは。つまらないお役目だと思っているからつまらない料理しか作れないのではありませんか。剣をもってして血を流すことが武士の大事か。包丁侍のなすべきは凶王の宴をもって加賀にかつての正老な気風を取り戻すこと。刀ではなく包丁で動乱を乗り越えた実在の家族の物語、武士の献立。